こんにちは。インテリジェントヘルスケア株式会社産業保険健康管理事業部保健師の赤木です。それでは講座を始めます。本日は産業保健師が解説する心の病気を正しく理解し、ストレスと上手に付き合う方法をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは本日の内容です。1、ストレスと健康について 2. 新型コロナウイルスとストレスについて 3. 職場とストレスについてこの3つの項目についてお話をしたいと思いますまず1ストレスと健康についてですが普段からストレスという言葉はよくお聞きになるかと思いますしかし具体的にストレスとはどのようなものであるかを詳しく考えたことがある方もそうでない方も 改めてストレスについて考えるきっかけにしていただけると嬉しいですさてここで皆様へ質問したいと思います辛いことや悲しい出来事があった場合はストレスになるということは知られていますが嬉しいことや楽しいといった感情ではどうでしょうかストレスになるのかならないのかお考えいただきお答えください ありがとうございます。2のストレスにならないということが多いですね。それでは結果をお伝えしたいと思います。結果は1、ストレスになるです。ストレスの度合いの大きさに程度はありますが、日常のあらゆる出来事がストレスの原因となります。それではこのストレスについて詳しくご説明をしていきたいと思います。 まず、ストレスとは外的要因によって体の内部に生じる反応のことを言います。その原因となる外的刺激とそれに対する心身の反応を合わせてストレスと呼ぶことがあります。スライドにも書かれているように、日常の中で起こる変化の全てがストレスの原因となります。そのため、嬉しいことや楽しい出来事もストレスに分類されます。よって、 結婚することや進学などストレスイコールマイナスなものではないということになります先ほどより日常のあらゆる出来事がストレスの刺激となることはご説明いたしましたがこのスライドでは具体的な出来事がどの程度のストレス度合いなのかといったことを表した資料となります赤い丸は辛い出来事ではないものを分かりやすく印をつけています このホームズとレイの社会的再適用評価尺度に関しては合計の点数が150点から299点では50%の方に300点以上では80%の方が健康を害するリスクが高くなるといった尺度となっています点数が低い出来事でもそれらが重なることによって合計の点数も高くなりストレスも大きくなっていくため 注意が必要ですまたご自身でこのような出来事があった際にはストレス度合いはどの程度であるかといったことも考える参考にしていただければと思います。ここでストレスが体でどのように反応しているのかを簡単にご説明していきたいと思います。ストレスとは脳の視床下部という場所からホルモンが放出され脳下垂体から副腎皮質刺激ホルモンの放出を促します。 最終的には副腎皮質という場所からストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌が促され発生します。このコルチゾールと呼ばれるホルモンは睡眠との関係性が高く、中にはうつ病患者のほとんど全員が睡眠障害を併発しているという研究結果もあります。コルチゾールは起床前から多く分泌されますが、ストレスが原因となりコルチゾールが多く分泌されることで、 眠れない、眠っても疲れが取れないなど睡眠障害が出現してきます。そのため睡眠がしっかり取れるということはストレスへの対処方法としては有効な方法の一つであるとも考えられています。この図ではストレスに長期的、継続的にさらされている状況では体にどのような症状が現れるのかといったことを示しております。身体的な症状は現れる方もいらっしゃれば 現れない場合もあります。症状の特徴としては、全身に様々な症状が現れます。そのため、不調を感じる場合は、ストレスが原因の一つと考えても良いかもしれません。ご自身がストレスを感じた時には、体や心はどのような状態となりますか例えば、食欲の変化や体調の変化、感情の変化など、たくさんのサインを体は出しています。 先ほどもお伝えした通り、ストレスには副腎から放出されるコルチゾールというホルモンが影響しております。このホルモンがストレスによって長期間放出され、ホルモンのバランスが崩れることによって心身へ影響を及ぼし始めます。具体的な症状は後ほどお伝えいたしますが、少しでもおかしいな、何か違うなと、ストレスを感じている状態をご自身で感じることができると、 早期に対応し、重症化することを防ぐことができます。このセルフケアは、自分のストレスに気づき、対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することを言います。日々、生活する中で、ストレスをなくすということはできません。そのため、この正しい知識と方法を身につけることこそが、ストレスと生活していく上で重要となります。 ストレスとうまく付き合っていく方法は自分のストレスに気づき対処するための知識方法を身につけそれを実施することですが不安が安心を上回っている状況下では体はストレスを感じ続けてしまいますこの図 B にありますようにストレスが大きくても小さくても不安を安心が大きくなるような状況を作ることで ストレスに負けないセルフケア術を身につけることができます。自分自身のストレスへの対処法の一つとしては、花や観葉植物を見て綺麗だなと思うことで、ストレスが軽減し、癒された気持ちになるので、ストレスを感じている時だけではなく、日頃から見て触れるという機会を作ることによって、ストレスを和らげています。また、 泣くことや怒ることなど、感情を素直に表現することで、自分の感情を溜め込みにくい状況を作ることも一つであると考えています。それでは、セルフケアとはどんなものがあるでしょうか。まずは、規則正しい生活を心がけ、睡眠を十分にとることです。快適な睡眠は、疲労回復、ストレス解消、事故防止につながります。 睡眠に問題があると生活習慣病のリスクの上昇につながってしまうため注意が必要です。笑うことで自律神経のバランスを整えたりがん細胞を攻撃する細胞が活性化し免疫力を正常化させるという効果もあります一日の中で緊張が続いてるなぁと感じたらトイレに立って深呼吸をするなど気分転換を図ってみましょう。適度な運動。例えば、 ウォーキングを1日30分、週に5日に加えて、少し強度を高めた筋トレを週に2日取り入れることや、一言二言話せる程度の強度の高い運動を週に75分以上するなど、あるいはストレッチングをしてみることで、満足感や解放感、リフレッシュ効果が得られ、身体的、精神的ストレスを解消するのに役立ちます。ストレス状態から、 逃れたいという気持ちからタバコやお酒に頼ってしまうと、いつしか量が増えてしまい、場合によっては依存症につながります。他のストレス解消方法をお勧めいたします。実際にストレスを感じてしまう日々の中で、どうしても悩み、考えてしまうことが多くなります。私がこのような状況となった時は、次の3点を意識して実践するようにしています。1。 状況にはよりますが眠れなくなっても横になってみることで眠れる場合もあり眠れそうであればそのまま眠りそれでも眠れない時には自分のしたいことをするようにしています2つ目家族や気兼ねなく相談できる相手に相談をすることで共感をしてもらえたり承認され自分は間違っていないんだなと自信を持つこともできます最後3つ目 ストレスの原因を自分自身だけではなく、環境や状況がどういう状況だったのかということを考えることによって、ネガティブになりがちな考え方をポジティブに考えていくようにしています。先ほどの3点を意識することによって、ストレスに対応できるようにしています。そして、大きなストレスから小さなストレスまで存在している日常の中で、 私たちがストレスにうまく対応しながら生活していくことが必要となります。まずは生活習慣を整えることから始めてみましょう。はじめのスライドでもご説明したように、睡眠は身体的な疾患だけではなく、ストレスとの関連性も高いことが分かっています。睡眠の質が悪いとストレス症状が悪化することや、うつ病との関連性も高いため、睡眠の質を高めることは大切なポイントの一つです。 また、ストレスにうまく対応するとは、一概にこうすればよいといった答えがあるということではありません。ストレスが溜まったなと感じたときには、好きな音楽を聴いたり、相談できる人や相談機関に相談をすることも良いです。自分自身の生活の中でストレスが溜まったときの対処方法について、今回の講座をきっかけに一度考えてみてください。もしも、 心の病気になってしまったらと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。心の病気は特別な人がかかる病気ではなく、誰にでもかかる可能性のある病気の一つです。心の病気になってしまっても、体の病気と同じように正しい治療を受けましょう。病気にならないために、ストレスとうまく付き合っていくために必要なことは、早期発見、早期対応、早期治療が大切です。 心の病気かなと思ったら1つ目は早めに専門家へ受診し正しい治療を受けましょう2つ目は心の病気は目には見えません周りから見ても分かりにくいため知らないうちに病状が悪化していることも少なくありませんそのため自分も周りも病気を正しく理解するということが大切です最後3つ目は一度 心と体を休ませて考えてみることも必要です。今は無理をしてでも何かをしようという気持ちを少し抑えて自分のために時間を作ってみましょう。2、新型コロナウイルスとストレスについてここで社会情勢と合わせて新型コロナウイルス感染症とストレスについてお話をします。令和2年より 新型コロナウイルス感染症により、社会の状況が大きく変化をしました。職場や労働環境をはじめ、経済状況や家庭環境の状況、地域における集いの場の減少などによって、あらゆる年代の方々への心理面での影響は大きくなっています。令和3年度版、厚生労働白書の中から、うつ病、うつ傾向の増加、自殺者数の増加、 自動虐待、DV のの増加と3つつ影響について取り上げますまず1つ目としては、高齢者の認知機能の低下やうつ傾向の増加、特に外出機会の減少による閉じこもりの傾向が挙げられます。実際、以前と比較し、会話をする機会が減少しているといったことが分かっております。できるだけオンラインツールなどを活用し、社会参加していくことをお勧めいたします。 コロニクスグループでは YouTube で現在行っている講座の配信や運動ストレッチ動画を公開しているのでぜひ活用してみてくださいこちらは2020年の自殺者数を前年と比較したグラフとなっておりますオレンジの棒グラフが女性で若年かつ女性の自殺者数が増加していることがわかります雇用や経済状況の変化、 家庭状況の変化などの影響もあり、増加しているのではないかと考えられています。コロナ禍で自宅で家族と過ごす時間が増加していく中で、配偶者からの暴力などの相談件数が、この1年間で増加しております。児童虐待、DV の増加では、2020年4月より新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、休業等が行われる中、DV の増加、 深刻化の懸念を踏まえて実施が開始となった DV 相談プラスという相談窓口が新たに作られ実際に DV 相談件数の増加が見られています自殺や DV 虐待に関する電話相談窓口の一覧をご紹介しております電話だけでなくオンラインサイトや SNS での相談窓口といったものもあります電話では相談しにくいといった方は このようなツールもご検討ください。各都道府県でも各種相談窓口を設けています。都道府県名、相談と入力し検索してみてください。続いて3つ目のテーマ、職場とストレスについてお話ししたいと思います。1つ目のテーマでは自分でできるストレスへの対処法についてですが、今からお話ししていく内容は、 会社職場がが取りり組むスストレスへの対処が主なな内容となりますここでは大きく分けて3つのキーワードをもとにお話をさせていただきます。1つ目産業保険スタッフ2つ目メンタルヘルスケア3つ目が産業医の役割となります。ここでご質問です。皆さんは産業保険スタッフの存在をご存知でしょうか ご自身が勤務されている会社にいる場合もあるかと思います。1から3でお答えください。ありがとうございます。1と2が少し同じぐらいなんですが、やはり知らないと言った方だったり、聞いたことはあるが、詳しく知らない方が多いかなと思います。産業保険スタッフについては、次のページで詳しくご説明いたします。産業医・保健師・ 衛生管理者のほか、臨床心理士、カウンセラーと、心の健康づくりの専門スタッフをまとめて、産業保健スタッフと呼びます。産業保健スタッフとは、人事、労務管理のスタッフや、外部の専門機関などと連携しながら、職場でのメンタルヘルスケアに対する取り組みの中心的な役割を担います。メンタルヘルスケアといっても、講座の前半に出てきたセルフケア以外にも、 ラインによるケア、事業場内、産業保険スタッフによるケア、事業場外、資源によるケアの4つがあります。会社においては、この4つのケアを基本とし、働く従業員の心の健康をご支援していくための仕組みを作ることが望ましいとされています。聞き慣れない言葉も多く出てきてはいますが、セルフケアは自分自身で行うケア、ラインによるケアは管理監督者、 上司が従業員に対して行うケア。事業場内産業保険スタッフによるケアは、産業保険スタッフが企業に対して行うケア。事業場外資源によるケアは、外部の専門機関や専門家を活用したケアとなります。先ほどより出てきている産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、 専門的立場から指導、助言を行う医師を言います。産業医学の実践者として、産業保険の理念や労働衛生に関する専門知識に精通し、労働者の健康障害を予防するだけではなく、心身の健康を保持・増進することを目指した活動を遂行する任務があります。そのため、先ほどの事業場内スタッフによるケアのメンバーとしても関わります。 また、従業員数が50名以上の職場においては、産業医を配置することが必要となります。次のページ以降では、産業医の役割についてお話しいたします。産業医の役割についてですが、具体的な職務内容は、丸1から丸9まであります。これら9つの職務を遂行することで、労働者の心身の健康の保持増進を目指しています。今回は、この中でも、 メンタルヘルスに関連する内容を4つほどご紹介いたします。1つ目、衛生委員会への参加では、従業員の休職者数、メンタル不調者数、長時間労働者数など、従業員の健康状態について把握し、職場全体の健康状態を確認します。2つ目の健康講話の実施では、従業員へ向けて健康に関する講話を行います。 講話のテーマは様々で、昨今では新型コロナウイルスに関する話題もお話しすることがあります。3つ目の職場巡視では、月に一度産業医が職場を巡回し、健康上の問題が発生し得る環境ではないか、従業員の働く環境は適切かなどを把握いたします。必要に応じて会社側へ職場環境に関する改善をご提案することもあります。最後に、 4つ目の産業医の面談の対象者は、副職、休職、メンタルヘルス、高ストレス者、長時間労働者となっております。中でもメンタルヘルスの面談については、職場の上司から最近様子が気になる職員がいるといった情報や、従業員本人からの体調が優れないといった申し出をもとに実施するケースも多く、必要時は病院への受診を進めたり、 会社側へ就業に関する配慮について意見を述べることもあります。以上の4点が主な産業医の役割についてのご説明となります。職場とストレスについてのまとめです。1、ストレスと健康でもお話しいたしましたが、メンタルヘルスについては早期に対応することでメンタルヘルスの不調を深刻化させないということが重要なポイントの一つとなります。 労働者がメンタルヘルス不調となり、十分に働けなくなると、本人にとっても辛い状況となります。ストレスが高まると、うつ病などへの病気とつながり、休職することになったり、さらには自殺のリスクが高まることもあります。そのような深刻な事態となる前に、早期に気づき、専門家に相談するということが何よりも大切です。上司が部下のいつもとの違いに注意を払い、 労働時間の管理など、職場の環境調整に留意するとともに、必要に応じてセルフチェックの実施を促すことや、相談対応をすることも必要となります。問題が生じた際は、産業医や産業保健スタッフを含めた専門家の適切な対応が行われるようにしましょう。産業保健スタッフは、労働者の皆様からのご相談を快く受け入れます。 ぜひためらうことなくお気軽にご相談ください。最後に、私たちインテリジェントヘルスケア株式会社産業保険健康管理事業部についてご紹介いたします。インテリジェントヘルスケア株式会社の産業保険健康管理事業部では、日本医師会認定産業医と産業保険士が在籍し、企業で働く社員の皆様の健康管理をご支援する事業を行っております。 産業医、保健師ともに1000人のスタッフが在籍しておりますので、ご依頼いただいてから迅速かつ質の高いサービスをご提供いたします。昨今複雑化している人々の健康課題を解決するために、産業保険分野だけに限らず、医療法人、異性会病院などグループ内での連携により、医療、介護分野へも対応が可能となっております。また、 保健師による産業保険活動としては、企業内の健康管理サポートサービスも提供しております。産業医や産業保険サービスについてご興味のある方は、インテリジェントヘルスケア株式会社産業保険健康管理事業部へとお問い合わせください。ご質問、ご説明の際は費用は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。 それではご質問、感想、要望コーナーに移ります。早速ご質問ありがとうございます。少人数の会社や産業医がいない職場はどこかに健康相談をするところはありますかということで、50名以下の企業様に関しましては、地域産業保健センターがございますので、そういったところにご相談いただくと良いかと思います。ご質問ありがとうございます。 スストレス発散につながる食材はありますかということでカルシウム食材というよりかはあのカルシウムという、まあ、あの栄養素になるんですけれどもカルシウムには脳のの神経の興奮を抑える効果があります。なので、えー、カルシウムを多く含んだ食べ物をですね牛乳だったり大豆製品だったり菜とかそういった食材を取り入れるようにしていただくなど あとはあのカルシウムの吸収を良くするために必要なビタミン D を合わせて摂取していただくとより効果があるかなと思います。はい、ご質問ありがとうございます。産業医との面談は同僚などに知られることなく行うことはできますかということでご契約いただいている企業の担当者様と 産業保険スタッフがやり取りをさせていただくことはあるんですけれども、プライバシーは守られるということと、必要以上に第三者に情報が知られることはありません。なので、同僚の方に知られることはないかと考えられます。はい、それでは、このあたりでご質問のコーナーを終了させていただきます。ご質問をお寄せいただいた皆様、ありがとうございました。本日 お話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです本日はご参加くださりありがとうございましたこんにちはコーディネートナースの向井です私たちコーディネートナースは患者さんの病気の重症化再発の防止健康の維持増進に取り組んでいます治療を休んでいた方が 再開される場合や気になる症状がある方にお電話や面談でサポートを行っています健康相談も受け付けております気になる症状がある方はどうぞお気軽にこちらまでご連絡くださいお電話の際はコーディネートナースの相談とお伝えください